あの転移事件からずっと辛いことばかりが続いた。家族は見つからねえ、顔見知りはどんどん死んでいく。その家族には責められる。唯一の救いはノルンが病気にもならず元気でいてくれることだった。ゼニスかリーリャかアイシャかルーデウスか、誰か一人でいいから見つかってくれと願ってはいた。ってようやく見つかったと思ったら、ルディ、そりゃないだろ。